はい、中国憲法の大畑、別名マサピンです。今日は、サラリーマン武術家の意地を見せたいと思います。こんにちは、高梨隆と申します。古流剣術を専門にやっております。剣術の理論を体術に活かせないかなと思って応用したいと思ってやってきましたけれども、素手の武術、格闘技の大会とか試合の経験ほとんどないので、怪我しないように頑張りたいと思います。どうも、空手やってます、タイガーこと西村小次郎です。試合では、最大限自分の空手を出せるように頑張ります。よろしくお願いします。赤い拳を持つ男、くれない剣です。空手をやってます、誰よりも熱いファイト見せます。よろしく。おっす、現代空手道研究会の健吾です。今日は愛する人を守るために戦います。よろしくお願いします。おっす、パンクラス現フライ級チャンピオンの増水翔平です。今日は武道の本質に切り込み、必ず優勝しますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、こちら第38試合カウントアップバトルロイヤルルール、こちらも増水さんに入っていただいて解説をしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、これは菊野さん、どういうルールですか？そうですね、まあ、じゃんけんでですね、順番決めて10秒ごとに1人ずつ増えていくという何をしてるんですかこれ10秒ごとに人が増えていくっていうことは、最初に入ってる人からしたら結構きついルールですよね。そうそうですね、まあね、いきなり6人で戦うってこともなかなかないので、はい、1人ずつこう現場に現れた人間が戦いに参加していくというねなるほど。しかもこれもあれですよね、増水さんが急遽参戦することになって、急遽ね、はあ、健吾選手、紅健選手、西村小次郎選手、高梨隆選手、こちらが大畑正樹選手。そうですね、そうですね、こんなルール、あ、増水さんしかも最初じゃないですか。そうですね、健吾選手ね、これいや、健吾選手も構えがね、独特なんですよ、ね、なかなか MMA にいないタイプですよね。そうなんです、これは本当隙がなかったんですよ。なんていう構えなんだろう、あれなんですね、やっぱり投入されました。お、ここでタイガーかな。タイガー、きつかったな菊野さんに憧れて、あの空手を始められたんです。あ、本当ですか。1ポイント。お、紅ない剣選手リアル剣ですよね、ストリートファイターの。おー、おー、狙われてる増水さん、ね、あ、ここで優勝阻止しようと四角からね、来るんですけど、あ、後ろから来るんで、なかなかないですよね、それは。いやー、これはもうすごいいい経験させてもらいましたね。ここでも増水さんは、そうです、もうあの僕も出て失格になっちゃいますね。ここでそうですよね、キクロさん、これ審判ですよね。審判大変なんですよね、追いかけるのは難しいですよね。中に入っちゃうのね、選手とガチャになっちゃうから、はい、これこそやっぱ紅選手とか分かりやすいですよね。これは色で分かりやすいですねみんな白じゃないんで。いや、キャラが立ってますよ ね、 ね。おお、早い、タイガー選手、突きが速くなってる。昔の戦とかって、まあ、大勢対大勢なんでね、いかにこの連携技というかね、はい、チームワークの重要かって分かりますよね。一人じゃどうにもならんすよ。これで武器持ってたらなおさらですねなおさらですね。なんかね、あの本当にあの空間っていうのを支配しなきゃいけないんだなっていうのが、はい、あの後ろに目がなきゃいけないっていうのは初めて感じたんです。これ次戦うえたら増水さんはどうやって戦います？ですね、やっぱ壁背負いますあ、壁、誰も後ろ行けないところに立つ。でもね、外に出されちゃう。そうですね。あ、そういうことか。この場所だと難しいですね、壁が。なんか、ね、耳とかも使わなきゃいけないような気がするんですよ。気配を感じ取るみたいな。確かに、それはまた目と違う第三の目というか。はい、そうですね、本当より実践に近いというか。本当なんか外とかジャングルとか学校の校舎とかですね、いろんな場所でやってみたいですね確かに、いいですね、それ。いろんなところでできるルールですね。お、これは今、あー、これはでもラスト20秒。
お、こちらの選手が狙ってるぞ狙ってる。お、こちらは強いんですよね、彼のパンチが。そうですね、思い切りがいいんだ。はい、スピードがありますよね。お、これで強豪勢が抜けて、はい、拍手、なるほど。お客、これパングラスないですよね、お客さん判定。いやでもすごいいい判定方法だと思います、ね、そうですよね、はい、やっぱりいろんな格闘技でもやっぱありますもんね、判定にちょっと不服というか。そうですね、でもお客さんが決めたら何も言えない、何も言えない、ね、本当に本当にいいと思います、これは。おぉパフォーマンスもね大事ですよね、興行のね、本質がついてますよね。そうですね西村選手が勝ちました。すごい強豪ね、1対1だとちょっとかなわない相手でも、これだと頭つかねば勝てるというのが。そうですね、巡り合わせもありますよね。いや面白いルールでした、これも。また見たいです。次、増水さんのね、リベンジもちょっと見たいですけど。